はい、11月4日土曜日、ウィークエンドライブです。皆さんよろしくお願いいたします。山口のりゆきさんと様々な問題を取り上げています。今回は 7.8 事件真相究明ということで、私がツイッターに投稿したの2つ読ませていただきます。これは、簡単に説明しますと、先週の土曜日に山口で講演を頼まれて、大部分はや安倍元総理の業績についていろいろ説明をした最後の方にですね、安倍さんがあのような形で亡くなったのは、本当に山上の単独犯行であったのかということについて、疑問を、2点ぐらい申し上げておいて、最後にですね、これは山口さんが月刊花壇にお書きにもなってましたけど、そもそも安倍さんはなぜドクターヘリなんかで遠い病院に行くんじゃなくて、近くの病院に、駆け込まなかったのかということについて話をしたんです。そしたら、帰ってきてからもう一度その話を簡単に教えてくださいという要求があったので、これ2回に分けてこの話をさせて、書き込みましたという前提を申し上げます。私が書いたのは、安倍さんが撃たれた後の処置は正しかったのか、安倍氏は被弾1分以内に心肺停止に陥っており、一刻も早く病院に搬送する必要があった。現場から車で5分ほどのところに奈良県総合医療センターがあり、ここに運ぶべきだった。なのに何十分もかけドクターヘリで遠い病院に運んだのか、誰がこれを命じたのか、さらに人間は心肺停止から3分から5分で、呼吸停止から約10分で死に至る。1981年9月に狙撃された、左胸に被弾したレーガン大統領は4分で病院に到着し助かった。なぜ安倍さんの時にこれができなかったのか、救急救命の原則を破る命令を出したのは一体誰なのかという、疑問符をつけて、2つ投稿させてもらいました。これは当然山口さんの方がずっと詳しいので、私の書き込みに対してさらに付け加えることとかあったら、ちょっと教えて、していただきたいんですが。でも、加藤さんがね、その山口県でこのお話をしてくださったことは、もう本当に私はありがたいというかね、こういう、はっきり言って素朴な疑問というか、誰しもが疑問に思うこと、それを言うと陰謀論者だと、そうエなんコーです。チェンバー現象なんだという、そういうある種の幕引きをしたい人たちが、出てきている中で、安倍さんの地元である、その山口県でね、こういうお話をしてくださったということは、私は本当にありがたい。それで、安倍さんに近かった人こそね、この素朴な疑問、他にもたくさん素朴な疑問ありますけれども、に、向き合ってあげなければ、この話はもう未来永劫、それこそ闇に葬られてしまうんそのです通りね。です。うん。で、加藤さんが書いてくださったのは、これはその撃たれた後の処置についてですけれども、これはね、ある種、私はその不適切とかいう次元ではないなと思っているんですね。それで、例えば、現場には中川源という奈良市の市長が、安倍さんの応援演説の時に、あのゼブラゾーンで安倍さんの後ろ1メーターのところに立っていたんですね。で、加藤さんがご指摘くださった奈良県総合医療センターっていうのは奈良市内にあるんです。そして奈良市長なんだから、しかも奈良県下には、その第3次救急救命センターって3つしかないんですね。そのうちの1つの奈良市の施設を、他は橿原市と生駒市なんですよ。だから、その奈良市にある一番大きな救急救命センターの位置関係を、中川源という市長が知らないはずがないんですね。奈良市長なんだから。それなのに、安倍さんが撃たれて、心肺停止であるということを知っていながら、中川源という人物は、すぐ奈良県総合医療センターに運べって、なぜ指示しなかったのかというのは、これはもう明確な疑惑と言っていいと思う、私は。本当に言うとそれ思いかます。ら、一番いいというか、もう最善はそれしかないのに、安倍さんはその現場で
ドクターヘリだうんぬんということで、結果的に50分かけて、そうですよね、橿原市のはるかに奈良県総合医療センターよりも遠い奈良県立医大附属病院に搬送されて死亡が確認されたわけですね、はい、その決定をしたのは誰なんですか、はい、これじゃあ中川源なんですか、それとも奈良市消防本部の誰なんですか、うん、ということは、これは奈良市議会とか奈良県議会とかそういうところでちゃんと、誰かが決めたわけだから、はい、これきちんと答えを出していただかないと私は納得できない、うん、山口さんは他のところで、しゃべられていたんだけど、書かれてたんです、ごめんなさい、どっちだったかちょっと忘れちゃったんだけど、消防本部の記録がありますね、更新記録がありますよね、はいはい、あの中で、CPA っていうんですね、その心肺停止状態、はい、で CPA っていう言葉はばーっと飛び交うじゃないですか、はい、そうすると現場の人たちはそう言ってるけど、最終的になんとかだっていうふうに指示した人間がいなければほっとけばその病院に行くのは当然のことなんで、少なくともそっちじゃなくてあっちに行け、ドクターヘリを呼ぶからって言った人間が必ずいるわけですよね、はい、はい、それが中川源というその市長なんかどうか僕にはあの材料ないから断定の証はありませんが、まあ、有力な、まあ、容疑者じゃないんだけど疑惑をかけられても仕方ない立場あるのはこの市長ですよね、やっぱりね、私もそう思います。ではっきりしてるのは、彼が一番最寄りの病院の場所と名前を知りながら、はい、ここに運べという指示を出さなかったことだけは確かなんですね。そうなんですよね、はい、それで奈良市消防本部のトップは奈良市長ですから、はい、ああそうですよね、そういうことですよ、うん、ただじゃあそれをじゃあなぜ奈良市より外の橿原市の奈良県立医大附属病院にあえて運べという決定をした人物が中川源なのかそうではないのか、で CPA ってもう心肺停止だから、もう1分2分を争う、はい、1秒2秒を争う状態の安倍さんをその場に放置してるのね、はい、20分も、はい、でそこからそれこそね、車でドクターヘリのランデブーポイントまでと奈良県立医療センターまでの距離ほとんど同じなんです。なるほどなるほど、うんうん、だったらドクターヘリに乗せて、それ乗せて降ろす作業で、ヘリっていうのは乗せた後離陸して着陸して降ろす、その作業だけで何分かかると思ってるんですか。そうですよね、うん、ということは安倍さんは2度かかったんです、撃たれて心肺停止になった後、うんうんうん、見捨てられてかかったんです、2回目ね、うんで、その2回目の殺人部分については、これは行政ですから、うん、私はなぜそういう異常な判断をした、アメリカ人ができて、レーガン大統領を救うことができた、うん、あの挙動がなぜね、救急救命のプロたちができなかったのか、うん、で、私の調査ではっきりしているのは、安倍さんがそこのコンクリートの上に、アスファルトの上に横たえられたときに、はい、奈良県総合医療センター、最寄りの奈良県総合医療センターの救命センターの担当者がどのような措置をすべきかという指示を出してるんです、現場 の、はい、そのまあ、あの中岡クリニックがね、中岡先生という内科のお医者さんとか、はい、現場で安倍さんの救命活動をしていた人に指示を出しているのは、実は最寄りの奈良県総合医療センターなんですね、はいはい、そこに普通だったらすぐ持ってこいってことになるはずじゃないですか。なるはずですよね、うん、だからそこがなぜ命を救うための最善の選択ができなかったのか、うん、これは悪意があったかなかったか以前にどういう決定が誰によってなされたのかということは、これははっきりしていただかないといけない、はい、と強く思いますね、はいはい、ええ、私も全くそう思いますよ、まあ、だからまあ、真犯人を探すなんとかというと、また陰謀論だなんだと文句言う人がいるから この辺は言葉を選ぶんですけども、僕らはあくまでまあ安倍さんがなぜ亡くならなければならなかったかっていう真相を知りたいだけなんですから、これはね、はっきり私はさせなきゃいけないというふうにやっぱ思ってますよ。これはね、安倍さん最初におっしゃったように、これを知らん顔してたらもう全て闇の中ですよ。で、それを望んでる人たちがまたいるんですよ。それが私は、ね、どうしても消せない。そういう
どうしても暗闇、闇の中に葬りたい人たちがいるということも言ってないけど、このまま放っておけばそうなるんですよということを強く言わないと、これは本当にそうなってしまう。私はね、しつこくこれは取り上げたいなというふうに思っております。ありがとうございます。はい、矢野さん頑張ってください。はい、それで、LGBT 法が招く最悪の未来ということです。この前、性別変更3要件削除を検討、立民長妻氏、立憲民主党長妻昭政調会長は2日の会見で、性同一性障害特例法が定める性別変更の5要件のうち、3要件を削除することを柱とする改正案の国会提出を目指す考えを明らかにした。戸籍上の性別変更に関し、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とする同法の規定を最高裁が違憲と判断したことを踏まえた対応。3要件は1、未成年の子がいない、2、生殖腺がないか、生殖機能は永続的に欠く、3、変更後の性別と外観が似ている。長妻氏は与党内に賛否両論があると指摘し、議論をリードするためにも法案を準備し議論を前に進めたいと述べたというんだけど、これ長妻は要するにこの前の最高裁判決も良しとしてると、そういうことですよね。これ LGBT 法も当然賛成したんでしょうし、やっぱりこういう人たちが多いということなんでしょうかね。これは私はね、これ立憲民主党を支持する女性にぜひお伺いしたいだけれども、はいはい、最高裁はこの長妻が言う3要件のうち2番目、はい、まあ、これは5要件のうちの4番目なんだけれども、はい、生殖腺がない、あるいは生殖機能を永続的に欠く、要するに手術してる、はい、と、のが条件であるあったこれまでの5要件のうちの1つを違憲としただけなんですね、はい、それで、最後のもの変更後の性別と外観しているについては差し戻したです、はい、でこれ全部外しちゃったら、うん、要するに変更後の性別と外似ていなくていい、要するに、生殖器をつけたまま、だから要するにペニスをつけたまま女風呂に入っていいってことになるんです。いや、そのことなんですよ。それ一番恐れてたことが起きるんですよ、やっぱり。で女風呂に入っていいなんて言ってないと、外観で区別するって言ってるけれども、これ性別が男は女に手術を経ないでペニスが生えたままそういう人物が日本国では例えばパスポートで女性と書かれるわけですね。なるほど。この人を、うん、じゃあ銭湯とかね、温泉とか女子トイレの管理者がダメですって言えるはずがないんですよ。それはそうですよね。で、そんなことを私はかねて、うん、LGBT 法っていうのは日本の社会に著しい混乱をもたらすし、はい、王室の男系男子の継承とかね、日本のかけがえのない形を破壊していくものなんだと主張していたんですけれども、はい、じゃあ立憲民主党を支持する人たちはこれじゃあ女性ね、立憲民主党女性議員は女風呂に入っていてペニスの生えた人が女性ですと、私の政治には女性ですと言って入ってきていいと言ってるということとイコールなんです、はい、これ本当に立憲民主党の支持者がそれ分かってこの長妻の言ってることを支持するんですか、うん、僕はそのありえないと思うんです。これ全ての女性を敵に回す内容であるのに、うん、これをなんか人権だとかね、弱者救済とか、うん、そういう美名の下で本当のことを伝えてないんだと思うんですよね、僕はね。そう思いますよね。それから稲田朋美という人が理念法だから社会的な変化起きないんだと言って動画まで作って、はい、この法案の審議の間ね、成立するまでの間国民を騙し続けた、うん、もうまあなんていうかな、この国の敵ですよ、うん、本当にね、理念法だからうんぬんかんぬんってのは他の人も言ってたけども、だけど我々が主張していた心配 の通りになったじゃないですか。で最高裁の判決はまさに社会的な動きで、この法律 LGBT 法の成立のことを言ってるわけだから、
結局すごいやっぱり影響したわけですよ、あの法律っていうのが。まさにそのことを心配して何とも我々はその懸念っていうかね、指摘しましたよね。だけどいやそんなこと理念法だからうんぬんって言ってね、全く真っ赤の嘘だったということをよくわかりますよ、これは。売国時ってもちょっと時間がなくなってきましたが、これは沖縄の、山木デニーさんですよね。知事は外観誘致と辞任要求、地方議員連盟国連演説批判、沖縄の人々を先住民族とする国連、勧告の撤回を実現させる沖縄地方議員連盟、が2日玉城デニー知事に辞任を求める文書を県庁に提出。県庁で会見した同連盟の 仲間信行さんは、村議ですね。知事がスイス・ジュネーブの国連人権理事会で演説した結果、沖縄県民が国際社会から先住民族とみなされるリスクが高まり、沖縄に対する中国の介入を招きかねないと懸念。知事は沖縄の人々を危険にさらした。個人的には外観誘致に該当すると思っていると糾弾した。同連盟は日本沖縄政策研究フォーラムとの共催で玉城知事に辞任を求める緊急県民大会を4日後2時から浦添市産業振興センターで開く予定で、同連盟のメンバーや県議らが登壇を予定していると。これはこの村議がおっしゃっていることそのもので、私も以前から外観誘致罪に該当するというふうに繰り返し申し上げてるんですけど、玉城デニーさんは外観誘致罪で私は逮捕すべきだと思ってるんですよ。だから辞任じゃなくて、外観誘致罪で逮捕せよというふうな要求を出してもいいんじゃないかと私は思ってるんですけど、山口さんいかがでしょうか。もう大賛成です。外観誘致です、これは間違いなく明らかな外観誘致です。そうですよね、これ外観誘致罪はね、これ、まあ、死刑しかないとかいろいろ言うけど、はい、それでいいじゃないですか。もうちゃんとこの議論しなきゃ、これ。そういうことですよね。彼がやっていることは限度超えてます。はいはい。全くそう思います。そういう人を沖縄県民がね、沖縄県を著しく不安定化させ、死刑する、そういう知事を選んでしまったということについて、はい、沖縄県民の方もね、次の選挙の時に投票行動としてね、はい、生かしていただきたいなと、うん、これを八重山日報だけが報道してるっていうのも、はい、うんうん、沖縄の新聞、うん、っていう日報、それから沖縄タイムズ、それがいかに変更しているかという新報か、はい、うん、それもう沖縄の人かわいそうですよ、うん、本当大切なことが報道されないんですもん、本当に、うん、沖縄タイムスに70以上、74、5歳って書いてあったかな、あの方が、これくらい、こんなことなら、沖縄は独立した方がマシだと、独立したら、じゃあどうなるんだと、少なくとも米軍とか自衛隊が守ってくれませんよ、じゃあ、中国の人民解放軍に守ってもらおうという意味だとしたら、それは沖縄県は、今のウイグルみたいなことになりますよということを新聞なら書けって言うんですよ。そういう事態をに陥るんだよということをなぜ書かないかと、もちろん流信とか沖田がそんなこと書いてませんけども、しかしそうじゃなければマスコミの責任は全く全うできてない、嘘しか書いてないということになりますよね。私はね、そうやって沖縄県民かなり騙されてるんじゃないかなという思うんですけど、どうでしょうか。これはですね、橋本徹っていう男がいるんですけれども、はいはい、人物が、沖縄知事選、玉城デニーが当選してしまった沖縄知事選の前の直前に、はい、沖縄問題解決策はこれだって本を書いてるんですね。はいはい、これこういう本ですよ。はいはいはい、うん、ちょっとボケちゃってるかな、うん、でこの本の中で沖縄独立宣言をするべきだと書いてる、はいはい、で橋本徹という人間は大阪市長時代に大阪市の公営発電に公共電に上海電力を参入させた時の
沖縄あの大阪市長ですよね、はい、中国と極めて不透明かつ深い関係を持つ人間が沖縄を独立すると言い続けてきたんです今まで。そういうことですよね、はい、そしてその、うん、玉城デニーっていうのは知事選の時には一国二制度って言い方をしていたんですね。そうです、はい、その時同時に北海道知事選に出ていた石川智弘っていうのは北海道独立宣言っていうのを戦っていた、うん、でこれが両方民主党の小沢一郎の子分だった2人なんです。そうですよね、はい、玉城もそうですよね、うん、玉城もそうです、うんうんうん、だからこの石川においてはだってあの陸山会事件で逮捕されてる人ですからね、はいはい、うん、そうすると結局日本の国を売り飛ばそうとするのが今の立憲民主党の幹部の中にいるということなんですよ。小沢一郎だと名誉顧問か最高顧問かなんか知らんけど、そういうものですよね。ですから、はいはい、玉城デニーは今知事をしているからこうやってあれだけど、日本にはそういう売国の集団っていうのが作っていて、はい、それがそのこの国を売り飛ばし続けているってことなんですよね。はい、うんうん、楽しいことですよ。まあそういうことだというふうに思いますね。